初代校長、桂太郎台湾協会学校は、日清戦争によって、日本の植民地となった台湾の拓殖経営に資する機関として設立された学校で、現在の拓殖大学の前身である。東洋協会専門学校専門第三大学長、後藤新平1919 19年2月に、第三大学長に就任した後藤新平が最初に直面した難題は、 大学令による、拓殖大学の昇格問題であった。それまで、大学を称していた私立の専門学校が、大学令準拠の大学として認められるためには、学校組織を財団法人とすること、1校につき、最低50万円の教託金を納付すること、高等学校と同一水準の余暇を設置すること、相当数の専任教員を確保すること、 教育研究所必要な設備を整備することなどの過酷な条件を満たすことが求められた。とりわけ最大の難関とされたのは供託金問題であったが、後藤は目標額の50万円を調達するために台湾の各政党会社に協力を依頼し、目標通りの資金を確保することができた。 大学令による東洋協会大学の設立認可申請は1920年11月11日に行われ、ほぼ1年半の審議を経て1922年6月5日に認可された。これにより1922年4月入学の1年生は、直ちに東洋協会大学の予科1年に編入されたが、 従来からの専門学校例準拠の拓殖大学は在籍者が全員卒業するまで存続することになったため、校門には東洋協会大学と拓殖大学の2つの門票が1925年3月まで掲げられた。東洋協会大学には適当な略称がなかったため、公明を再び拓殖大学に戻すべきだとの声が上がり、1926年7月1日の 協議委員会で公明変更決議を満場一致で可決、同年12月8日に文部省の認可を受け、東洋協会大学時代はわずか4年半で終わった。台湾協会学校仮校舎1900年の学校設立時は自前の校舎を持たず、9月15日の仮開校式は球団上の和仏法律学校で行い、同月17日から、 和仏法律学校校舎を昼間だけ借りて、授業を開始した。翌年に、小石川区名賀谷町32.33番地の五千0四坪の勧誘地を取得し、6月に着工した新校舎は10月28日に完成し、翌月1日に移転式を行った。この校地が、拓殖大学の文教キャンパスとして、現在に至るまで継承されている。ありがとうございます。